レモン解説沢田二今日のご紹介楽曲はこちら嘘はつけないそれではこのジュリーソングの楽曲データをいってみましょう1980年9月21日31枚目シングル「酒場でダバダ」B 面作詞「糸井重里」作曲「沢田賢治」編曲「松任谷正隆楽曲の長さ3分41秒。 こちら YouTube ミュージック YouTube プレミアムサブスクのタイムとなっております重恵門による解説この曲を一言でまとめますとややハスジュリーボーーボカルルと激流オルガンシンシフォニー <laughs> まずイントロはあのシンセの音からスタートするんですけどもその後すぐにジュリーの、えー、ボーカルがですね叫ぶようなボーカルからスタートするんですけども「I can tell a lie」の「 この頭の I のところのジュリーのボーカルがすごくかっこいいんですよね I のアにまあアクセントをつけているのでえー、その部分だけがざわっとね、えー、ハスキーな感じになっててこのアイキャンテイラライっていうのが結構まあ この曲もうずっとずっと続くんだけども常にその「あっ!」というそのかっこよさが、えー、最後まで続くのでこの曲が本当に非常にロックなね、えー、雰囲気をこう醸し出しているというかそのかっこいいジュリーのボーカルを常に波打つかのように、えー、ロックオルガンが常に常にこのあ楽曲にはまあ入ってくるんですけども、えー、その入り方がねすごくかっこよくて。 さっき説明したロックな、ね、ジュリーのボーカルにこう波打つかのような、えー、オルガンの入り方をしているんですよね。そして全体通してバッキングとかもすごくオルガンが効いていて、まあ、非常にね、えー、この曲はオルガンありきだなという、えー、仕上がりなんですよね。で編曲はこれ松任谷正隆さんでユーミの旦那さんなわけなんですけども、まあ、僕はもうね個人的に、えー、松任谷正隆さんのアレンジ大好きでこの特にオルガンが効いてるのはああ正隆さんっぽい。 アレンジだなぁなんて思ったりするんですけども、えー、作詞は糸井茂里さんということで今回もね、えー、いい詩を書きますよね本当にねうん出だしから裸のあなたがカメラを向けたジョークは寄せよ思い出ができちまうまあもう80年代のねジュリーを描かせたらもう天下一品の まあ、糸井重里さんなんですけども A 名の「酒場でダバダ」がね悪友先生ですからなんかすごい2人ですよね <laughs> A 名 B 名もうすごい作詞家にジュリーはこう描かれてるわけなんですけども「あなたの馴染んだやり方でいい遠慮もないさ真夜中は優しいよ」「テレビの明かりに2人が染まる朝まであなたと踊ってもいい」この辺もねもう見事ですよ <laughs> もう本当にあなんて素晴らしい。 死なんだなんて唸っちゃうわけなんですけどこれ作曲ジュリーでこのね絶妙な詩に絶妙な曲をつけるわけじゃないですかなんで自分で曲ね全部書かないのかななんて思ったりしてやっぱりそれだけ客観性を大事にしているということなんでしょうねあのジュリーのラジオにゲストで ね、杉山浩一先生が出た時にもう大作曲家みたいな感じで、ねえーまあ、冗談っぽくジュリーに対して言って、ねえーまあ、ジュリーも謙遜しておりましたけどもあとこの楽曲は影の主役はベースかなと思っておりまして非常にベースラインがかっこよくてですねであとタイトであの他のギターとかと、まあ、グループ感がすごくいい、えー、楽曲なんですけどバチバチバチっとね、えー、ベースギターが、えー、他の楽器が全て、ねえー、グループが合うような何、えーね、かかっこよさもあった ふ普段はジュリーのボーカルしか聴かない方もぜひねベースラインにも注目して聴いてみてくださいし解説沢田健二この楽曲のデータ楽曲の視聴は僕のサイト「レモンジュリーステーション」にてお聞きできますぜひそちらも足を運んでください概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひよろしくお願いします「しぎレモン」でした